はい、レッツくん、アポッキーです。画面なんか傾いてるし、もやっとしてるし、火は燃えてるし、とんでもないとこから始まります。エイリアンアイソレーション実況プレイ。なんでこんな傾いてんの、画面。大丈夫、主人公。もう着替えるか。よし。もう襲われないよね。もうよだれが垂れてこないよね。さすがに。よし。オッケー、来た。もうこれ来たら安心でしょ。やっぱなんか傾いてるよね。怪我してんのかな。あ、宇宙船自体傾いてるみたいな、そんな感じかな。宇宙に出るよ。よしよし。ここに来たら一気になんか戻る。おい。オープンザドア。これどこ行けばいいの一体。トレンス号切り離す。どうしたらいいんだ一体。こっちか？このエレベーターかな？使用する。よし。だいぶやばいところにいるな。うわ、熱そう。なんだあれ。エンジンですかね、この宇宙船。お、やばい。だいぶ外が荒れてるぞ。これが流れ星となって地球人はこれにお祈りするのか。うん、俺もお祈りしよう。ポッキー食べれますように、ポッキー食べれますように、ポッキー食べれますように。いや、ポッキーは別に食べたくないな、あんまり。今は納豆が食べたいです。どっち行けばいい。こっちかな。行きましょう。うわ、だいぶひどいな。これは急いだ方が良さそうだ。なんでここで傾いてんの、画面。え、マジでやばいんだけど。しかもアイテム何も使えないしさ、すごい酔う。こっちか。お、開いた。すげえ。俺が来ているのを分かっているかのような。素晴らしいですね。自動では閉まらない。なるほど。ボタン押しよう。どうなんのこれ、進むの。おお、王者になった気分。だいぶ傾いてるけどね。だいぶなんか破片飛んできてるけどね。危なくない？大丈夫？欲しいなよ。何？今の揺れ何？やめて、本当に。もう少しで、俺は無事に。大丈夫か？よじ登る。宇宙服着てこのハードルを越えていく。さすがリプリー。そしてこれが最後の階段か。ここを越えれば四天王との戦い。僕がポケモンマスターになるんだ。違いますね、明らかに。うわ、ひどいな。ありがとうね、ほんとに。全然感謝してないけど。エイリアンともうおさらばだ、ついに。よしよしよし。うわ、きれい。宇宙すげえ。着いたわ。もう、軌道を2つ、装置を軌道、2つ軌道。これだろしょ、絶対。うわー。よし、カードキーへのアクセス。L2 を長押し。よーし、完璧です。で、カードキーを取ると。そして、ん？何これ？カードキーじゃ、あ、こっちにやるんだ。へぇ。なるほど。一つ目完了ですね。お、切り離した、切り離した。え、待って。え、待って。え、めっちゃ、見られてる。え、やばくない？え、なんで攻撃してこないの？あ、やばい、急いだ方が良さそう。待て待て、まずい。で、このスピードが最高速度なんだよ。やばい、完全に見られてた。カードキーなくす。カードキーが必要。よし。L2 で下ろして。早く急げ。やばい、すごい見られてる。目と目が合ってる。もう少しで恋の地層。よしよしよし。OK、切り離すぞ。うまくいった。頼む頼む頼む。来んな来んな来んなよ、マジで。うお、やばい。固定装置を爆破してトレンス号を解放する。どれ、固定装置爆破って。どこでやんの？どこでやんの？え？あ、これか？使用する。終わりだ、エイリアン。デンジャー。よくわかるね。初めて来たのにボタンよくわかるね。何も書いてないボタンだけどよくわかるね。あ、これ？ね、このスピーカーみたいな。はいはいはい。入れて。最後に結構アナログな操作するんだね。かっこいい。おう、あと3つ。よし、入れて。これ僕の内職です。はい、なんかバーベキューとかで使う机を作ってるような気分。うん、こういう動作しますよね。
ーベキューの良さも味わえるエイリアンアイソレーション、素晴らしいゲームです。なんか膨れ上がってるよ。ラストだ。これで終わりだ。エイリアン爆破するって言ってたけど大丈夫なのかな。俺走んないといけないね。これはだいぶよし、来た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 。なに、どうすんのどうすんの。おーおーおーおお、揺れる揺れる揺れる、バグ揺れる。なになに、大丈夫。命綱つけたんだね。やばいよ、来てるよ前から。急げ急げ、やばいやばい。おお、襲ってこないからいいんじゃね。なんかもう友達みたいなもんじゃん俺たち。押せ早く、やばい、押せ、ゴー。うわちょっと危ない。うわ神回避いって、おお狩りの終わり、ナイス。なぜ宇宙で火が燃えるのか僕には分からない、だがいいんだそれで。なんだこの船、リプリー大丈夫なのこれ。おお、そして歴史が変わった。教科書に僕の名前入れといてください。落書きしないでねみんな。お、来た、ブリッジへ向かう。生きてたの、すげえな、強運すぎるだろ。いや強運とかの問題じゃねえ。ブリッジでヴァーレンと合流する。オッケー、任しとけ。ブリッジね。レインボーブリッジね。こっち？あ、これあれじゃん。あ、最初の船戻ってきたってことなの？あ、すげえ。え、よくやったな。え、脱ぎたいこれ早く、この服。まあいい。あ、え、無事着いたの？本当に？すごいね。よし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 。ここ、左か。大丈夫なんだろうな。なんか嫌な感するぞ俺は。開くここ。え、なんで声出さないの。うわっ、びっくりした、びっくりした、めちゃびっくりした、したい、めちゃびっくりしたんだけど今めっちゃ声、めっちゃここ最近で一番でかい声出しちゃった。なんで乗ってんのこいつ。そうそうそう、やばい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 、早く急いでバックして。何、そんなそういう動作いらない。何、ここに来てそういう動作を求めてくる俺に。何、押せ押せ、早く押せ、使う使うとか立てなくていいから使え。何が起こんの。ええ、リプリー通信終了。え、嘘、死んだ。え、なになになにこれ、なにこれ、やめて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 。お、今若干目開いたよね。え、終わったということで、ご視聴ありがとうございました。エイリアンアイソレーション、だいぶね長いゲーム実況シリーズになりましたが、ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。コメントとかね、動画見てくれてるおかげで、ここまで来ることができました。途中は本当怖かったですけどね、もう途中別ゲーになったり、エイリアンとなんか友達になったり、納豆をかき混ぜたりしましたが、無事にクリアできてよかったです。最後どうなったの、普通に死んじゃったってことなのかな、あの一匹のエイリアンが紛れ込んでてみたいな。なんでホラーゲームってハッピーエンドで終わろうとしないんだろうね。あと最後こう、なんていうの、適当に終わらすみたいなね。そういうのがよくありますが、まあ、そこはぜひコメント欄で自分の思ったことを書いてみていかがでしょうか。僕が思ったことは、エイリアンと友達にはなれない。これだけですね。はい。ぜひ皆さんもね、宇宙旅行に行くことがあれば、気をつけてください、エイリアンには。はい。そして火炎放射器をお忘れなく。ということで、もしこの動画を楽しんでくれたら、ぜひ高評価をしてね。また次回、ホラーゲーム実況やっていこうと思います。今後ね、また面白そうなホラーゲーム何個か発売されて、それも実況しようかなって思ってるんで、よければどうぞ。ということで、ポッキーでした。またお会いしましょう。